フィッシャースキー TV、午前中のスキーテストを終えてですね、今度コメントをいただくのはプログレッサーシリーズの、F17 というこちらの緑のスキーになります。こちらはですね、リニューアルしたポイントとしては芯材がウッドコアに変更されていますので、スキーの、挙動というか安定感が高まっているというのが、私たちの、セールスポイントになります。あとデザインですね、非常に雪上でも発色が良くて、映える色合いとなっております。かなり軽いです。少しこう深回りをしていく感じで、あんまり力はいらないけど、ちょっと後ろ気味に乗ってあげるといいかもしれない。あんまりクイックな動きには向いてないので、ゆったりと滑っていく方がスキーの良さは感じられると思います。167センチというとちょっとこう長いかなという感じがあるんですけれども、テールが非常に柔らかかったので、こうずらしを使ったコントロールとか、そういったところが非常にやりやすいスキーだなと思いました。はい、私が持っているこの F18 ですね、それの一つ、弟分というようなスキーになるんですけれども、その辺のこの比べた印象はどうでしたか？そうですね、18と比べると乗り味は非常にこう軽やかな形で、どちらかというとこう高速でというよりは少しスピードを落とした中で、弾性の高い、こう滑り方をしていただいた方が乗りやすいかなと思います。なるほど、長さのチョイスとしては、大場さん、スキー上手ですので167センチテストされましたけれども、女性の方ですともうワンサイズ下とかそういう感じになりますか？そうですね、私でももう一つ下でもいいかなという感想が感じられました。はい、わかりました、ありがとうございます。